皆さんおはようございます。牛見チャンネルのお時間です。まずは、台風19号による被害に遭われた皆様、心からお願い申し上げます。我が山口県防府市でも平成21年7月21日に大変大きな土砂災害、豪雨災害が起こりました。その際には、全国から、たくさんの方々のご支援をいただきました。我々防府市民としても今回の災害に対してできることが何かしっかりと考え行動に移してまいりたいと考えます。今回の台風19号ですが、9月に直撃しました台風15号の傷も癒えないまま、今回の台風が、起きてしまった、来てしまったということです。そしてこの台風19号、今朝の新聞でもまだ33名の死亡が確認されており、19人が不明、21河川で堤防が決壊している、また土砂災害や、洪水災害も11件で、確認がされております。今回の台風19号は、各地で記録的な雨が、降りました。特に、神奈川県箱根では1日の降水量が 922.5 ミリという国内1位という、記録を更新してしまいました。このような豪雨災害がもう今毎年のように起きてしまっているという大変異常な事態と言えます。私たちは常に常識を疑っていかなければいけません。被害が出そうな場所に対して常に私たちは自分たちの身の回りのことをしっかりと考え、危機管理を自ら行っていく必要があると言えます。自助、共助、公助という言葉がございます。共助、公助も大変大切なことではありますが、自分たちの身は自分で守るという、自助、これを私たちがしっかりと考えて、自分の身は自分で守る行動を、しっかりと準備からしていかなければいけない、そのように感じます。